はい。えー、ニュースチャット大阪始まりました。元気にやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。配信はですね、えっ、ー、と、9月22日です。かなえっ、ー、と、自民党総裁選がね、27日でしたっけに行われるということで、えー、このニュースに溢れている時期かなと思うんですけども、ちょっとその前にね、手痛い配信をしたのが。はい。はい。維新ですね。維新ですね。 配信タイガースですか、うん、というボケをしてくださいっていうふうに、なんか、ねじみに書いてあるんですけど、ちょっと嫌なので、言いませんでした <laughs>、はいはい。なかなか去年のようにはいきませんねっていうことを思ってたんですけども、はい、そうですね、はい、あれですね、美濃市長選が現職候補が破れてしまってね、はい、8月の25日。はい、そう、ちょうど私もオハーサでそのニュース解説したんですけど。はいはい あの吉村さんなども投入されて、はい、あの駅前で、ね、維新の緑がいっぱい演説してる中で、はい、で負けた、それなのに負けたっていう話、1年半前の、ね、統一地方選大躍進っていう話を、ねうん、したばかりでもないですけども、はい、その時にお話しいただいたのが、ネットワーク合同部の池尻デスクに今日お越しいただいてますよろしくお願いします。おおお願願いいしししまますすよろくもう一方おなじみ 経済部さんですすすよろしししくおおいいいままはい、ちょっとね、1年半前のことって、もう遠い昔のことみたいになってるんで、結構どれぐらい勝ってたんでしたっけっていう、その時の維新ってどのぐらい勝ったんでしたっけっていうところから。そうですね、はい、と去年の4月の統一地方選では、馬場、はいまあ、代表のもとですね。はいはい 地方議員を600人以上にするっていう目標を掲げて、はい、まあ結構大変な目標だなと思ってたんですけど、うん、選挙前がだいたい460人ぐらいから、結果的に770人、その後も結構勝ち続けてですね、はい,はい、いろんなあの仙台市議選とか盛岡市議選とかで勝ち続けて、去年の9月の段階で、地方議員は800人以上、はい、すごい4月の統一選の前と比べて1.7倍に、うん、まあ躍進はしていましたね。はい その後ぐらいですよね。なんか、京都市長選とかにも、なんか、独自候補を出そうとしていたというか、ううなんか候補に、公認候補かな推薦候補かな出そうとしていたんですけど、まあ、それはちょっと、こけちゃったんですけど、まあ、それぐらい、こう、勢いがあったと。そうですね。ということでしたで、ね、けれども、まあ、そこからですよ。ね、あの、あれよあれよと、という感じで、どの辺で、結構、あれですよね、こう、地元、ホームで敗れてる、 戦いが多かったかなと思うんですけども、まずいいですか。どうぞお願いします。はい。いや結構維新いろんなところで負けが込んでいて、まあさっき言ってた京都市長選だと2月ですよね。今年の2月で先輩先輩でしたね。はい。ででえっとあれですね。大きかっのは4月21日の大阪府の大東市長選。これあの維新の藤田幹事長のまあ地元なんですけど、まあこれで市長選落としちゃうと。はい。 衆院選も、補選ですね。衆院補選も東京15区と長崎3区で落としちゃう。で、6月は大阪府河内長野市で、これ、吉村さんの出身地なんですけど、ここ、候補出せずに負けちゃう。で、あの、門真大阪の門真市長選とか羽生九段市長選が勝ったんですけど、大阪のさっきの河内長野市議補選、あ、府議補選ですね。大阪府議の河内長野の補選なんですけど、これで落としちゃうと。 で、そこに8月25日に見直しで負けたっていう感じで、はい、結構負けが込んでますそうですよね、なんか急にどうしちゃったんだろうっていう感じでもあるんですけれども、あのあれですよね、なんか衆院、あま、まあいいや、それ後にしよう、えーと、大東市っていう、まあ、全部大阪市内ですけど、こう、大東市っていうと、文字通り大きい東だから、まあ市内のあ、府内の東の方にある、あれですよね、大阪桐蔭高校とかあるのが大東市ですよね。 でと、あと河内・長野市っていうのは、河、まあえー、内っていうのはぐらいだから、はい、南の方のあの、はい、和,和歌山寄りでもないのかな、近鉄が走ってるところですよね。今度、箕面市が打って変わって、<laughs> えとちょっと北の方の、北節のね、豊中とかとこう接してる、まあ、ちょっとした、まあ割とセレブな感じのイメージありますけども。 ところで、これちょっと他と違うのが、現職が敗れるっていう大波乱でした何があったのかしらっていう大阪維新の会って、2010年に決闘党して、非常に選挙強くてですね、今、首長も約40いくつある、自治体の中の半分ぐらい、い維新が占めてます大阪府内で。 維新はこれまで現職の市長の2期目の選挙とかでは、一度も負けてこなかったんですけど、なぜ、うん、かというと、やっぱり市長ってですね、一期やると名前も売れるし、いろいろ施策も売ってるので、2>, はいうん、で2期目って多選批判にもならないわけですよ。<laughs> はいはい、だから、現職2期目の選挙って最強と言われるんですよね。そうですよね。それはもう維新に限った話じゃないう人です年に 一番最初の大阪市議会に入ってきた人うん、うん、この人だから落とせなかったわけですから、はい、でも負けちゃったっていうことになりました、はいはい、なんでいくつかこう維新がこう全体的な体調の要因はあると思うんですけども、うん、あのー、いろいろこう何が批判を浴びてる何がこう逆風になってるんですとかっていうのはまずいやあのー、まあ言う うちの紙面でも書いてますし、いろんなところから指摘されてるんですけど、やっぱり去年の夏から指摘されている万博の建設の遅れとか、あの開催費が相次いで増額してきたっていうところで、はい、万博の誘致を主導してきた維新の責任が問われているということで、まあ、批判をされてるっていう話があるんですが、うん、あのそれ、あの記事でもちゃんと書いてはいるんですけど。はい ただこの万博って、ですね大阪府民の結構まあ6割、7割が、朝日新聞の世論調査でも賛成していて、ですねそこまで維新に大ダメージを与えるぐらいの批判になってるのかというのは、ちょっと私も読み切れてなくて、ただ、批判はあるんですね。で、の納に限って言うと、やっぱりあの兵庫県知事問題で、維新が、斎藤さんはあの前回の知事選で推薦したものですから。 なか,かばってんじゃないかっていう批判があって、うんうん、それも結構まああの影響はしたとは思います。うん、で、あとババア代表ですね。ババア代表が自民党に騙されて、あの騙されたと主張してるんですけど、はいはい、<laughs> あの政治と金の問題で維新との合意ができなかったという、はい、まあ橋本徹元代表からも批判されてるんですけど、うん、まあそういうまあ情けないっていうところもあるんでしょうが、はい、僕がすごくあの私あの2000 10年の結闘の時からずっと取材してるんですけど、すごく感じてるのは、維新が、さっきの話じゃないですけど、統一地方選で新人議員が多く生まれてしまって、ちょっと選挙のやり方がぬるくなってるんじゃないかっていうか、それは思います。今回、未納であの選挙負けて、翌日にまあ吉村知事で、大阪市の会代表ですね。 あの範囲を分析するチームを立ち上げるっていう、今始まってて、来月提言を出すんですけど、うんうん、その時に、僕、最初はあの兵、兵庫の問題とか、そういうのを分析するのかなと思ってたら、うん、まあやっぱり古くからいるベテランたちは、うん、今回の箕面師匠選は、空中戦ばっかりだったと、ははその SNS に若い議員が上げて、はい、それで一つ仕事をやったと思ってる。うん で僕が知ってる維新の選挙のやり方って、うん、完全に自いわゆる、うん、いい意味での自民党の地べたの戦略なんですよね、うん、もうあれ、あれいろんなもう路地裏に入って壁打ちっていうんですけど、壁に向かって声を上げて、うん、どんどん響いて、うん、家の中にいる人に声を聞かせるとか、それをもうずっとやるわけです、うん、であの街頭演説とかもすごい数こなすんですけど。 あの実際、じゃあ,あの、うちの会社、結構、美濃に住んでる方多いじゃないですか。はい、で、上島さんを破った原田さんに会ったっていう人はものすごい多いんですよ。上島さんに会ったっていう人は全然いないんです。やっぱり、足腰が弱まってて、うん、もう一回ちょっとあの選挙のやり方考えた方がいいんじゃないかと、うん、僕も思ってるし、維新のベテランの人たちも思ってます。はい、やっっぱ松井一郎さんっていう前の 人がですね、いわゆるスパルタ選挙、スパルタの選挙のまあ達人だったので、うん、その人もいなくなってしまって、だから強かったんですよ。維新って人気だけじゃないんで、はいうん、やっぱり自民党的な、田中角栄的な選挙をやるんで、うん、それがもうできてないんじゃないかっていうのを僕は結構、うん、未納に限って言えば、すごく思いました、うんはい。前回の衆院選の時でしたっけね、だから、あの、時の新顔の大阪の選挙区の候補が、 あの実は風頼みかと思いきや、もう選挙区内、も,もう2回回ってこうピンポンしまくってたみたいな、うん、あの超どぶ板の選挙をやってるんだっていう話をしていたのが印象に残ってますけども、まさにその、まあ、松井さんがいた頃というか、あのー、強かったのは、実はまあ風のところもあったけれども、あのー、やっぱり一人一人、名前を、ね、きちんと振動させてきたというところがあったという話ですよね。い その SNS の戦略に力を入れ始めた当時はその両方やっていこうっていうはずだったんですね、それがなぜか SNS 頼りになってしまった、やっぱり効率性とかその若者の支援者を増やしたいとかそういう意図があったってことなんですかややっっぱり地のの選挙のやり方をちゃんと教える人が少なくなくた、うん ててるのかなっていう<ー>で今回の美濃市長選でもう苦々しく維新の幹部のベテランの人が言ってるのは吉村さんが来ると、まあ、それなりに人が集まる、はい、それを緑色の服を着た若い議員たちが、うん、わーって写して、うん、じ自分の SNS 上げてそれでわーって言って楽しんでるだけで終わりじゃねえかっ,って「<laughs> うん、何やってんのだあいつら!」っつって、うん、ものすごい怒ってて、ね、やっぱりその SNS で上げるだけじゃなくてそれをどうこう。 ななんていうのかなその選挙戦であの吉村さんが来たことをまた別の場所で広めていって人をもっと集めるとか、はい、ただ単に SNS を上げるだけじゃなくてもっと動くんですよね、議員って。はいあのま、悪い言い方をしますけど、まあ、吉村さん人気あるんで、客寄せパンダみたいな人が来れば、うんうん、もっと呼ぶために議員はもっと周りを動いて、はいはい、人に声かけて、うん、吉村さん来るよ来るよとやらなきゃいけないのに、イエーイっつって、SNS でとって、を上げてるだけだって言って、ものすごく怒ましたね。 あの選挙にね、あのまあ、要するに維新がわりと強いんで、さっき言ったみたいに、ものすごい議員が増えてきたので、その何て言うんですか、選挙におごりっていうかね、いや、どうせ勝てるよと、みたいなところはなかかったんですか、まあ、おごりは、もしも今あるんだったら、もう本当に、何も分かってないなって思います、でも、去年の、まああ、去年じゃないわ、今年しの、まあ、大統長選あたり、あの藤田幹事長が、まあまあ、落とすっていう、4月21日なんですけど、はい そこら辺の時とかはまだあったんじゃないかなと思いますね。まあ、万博の批判は起きてたんですけど、うんまだ維新は支持率も5%、えっと、マックスの時はきパ9%ぐらいだったんですよ。5%ぐらい終わったので、うん、立憲と並ぶぐらい終ったんで、ちょっとおごりはあったかもしれないけど、今はもう2%なんで、2> 2どんどん落ちてるんで、うん、もう今おごりなんて言ってる場合じゃないですねあやっぱり、まあ、その支持率自体が落ちてるのは、やっぱりその万博の影響が大きい。 万博全国的な理由で言うとっていう、うん。万博も削ってはいると思うんですよ、はい、あの9%から7ぐらいに落ちたんですけど、<ー>でもやっぱそれぐらいなんですよ、やっぱさっきも言ったように、うん、万博自体には支持してる人って近畿多い、うん、関西多いので、そこまで削られてないんですけど、うん、やっぱりここ最近のお年ぶりっていうのは、国政でのやっぱり馬場代表の振る舞い、うん、その。 自民党と水面下でやって約束結果約束保護されるっていうようなこと、はいはい、あとやっぱり兵庫だと思いますね、うん、兵庫の結構影響を与えてる、うんうん、このなんか維新一般市民からするとあのなんというか維新で勢いがあって若い人たちが多いですけどなんかその結局おごってるんじゃないかみたいな印象をや,やっぱり兵庫県知事からは。 の問題からその維新に対する目が変わってしまったっていうのを感じますけどね。そう、そうですね。維新、うん、大阪勝てるみたいな感じに。<laughs>